海外投資信託の約定日についてですね、ご相談いただいてます。ご質問ですよね。約定日の重要性としてはですね、やはり投資価格の確定とかですね、為替リスクの影響、こういったものがですね、常にある中で、これを確定するという一つのですね、重要な指標になってます。投資家のですね、投資価格が確定するということですよね。で、約定日の注意点としてはですね、時差とかですね、当然海外になりますので、営業日、こういったものに注意ですね。日本と同じようではなかったりします。海外投資信託のですね、投資家の所在地とですね、運用先の国との時差とかですね、営業日の違いですね、こういったものに影響します。あと手続きの締め切り時刻にも注意ですね。これもまず時差に関係するんですけど、約定日ですね、やっぱりですね、日本国内とは違う感覚を持って行く必要があります。デリケートにですね、約定日を見ていくと。